陛下は中国古代の思想で諸子百科の一つ、軍略と政略を説く。陛下の代表的な理論には、孫子の標法がある。孫子の標法は十三の辺からなる書物で今でも、各国で研究されている歴史的な理論である。それらは、主刑編、作戦編、暴行編、軍刑編、政編、拒絶編、軍装編、急編編、行軍編、地形編。 旧地編、河口編、洋館編と呼ばれる。1、死刑編は5個の標法の第一章の始めは、真子曰く、兵は、国の、大事なり、死生の地、存亡の地、察せざるべからざるなり、という文から始まる。これは戦争は国にとって、深刻な問題であり、人民の死生や国家の存亡をかけた一大事であることをしっかりと認識すべきと主張し、 好んで行うべきではなく、成り行きで行うべきではないことを暗示している。下記の5つの要素について、被害の戦争遂行能力を比較してから海戦の決断をするように主張する。同点事象法これら5つの要素に鑑みて、表面的な数によらない本質的な戦力を割り出し、まずは、自国が優位であるかどうかの確認をする様子形、変では主張している。漢情、芸文史は、 6つの大分類のうち1つを丸ごと陛下にあて、さらに陛下を平健防化、平形成化、平恩寮化、平儀法化の4種に細分している。平健防化は他の3種の標法を用いつつ国家的計略を立ててから実際の戦争行為に至るまでを含む対極的戦略を扱い、平形成化は変幻自在の策によって素早く適応制する。 局所的戦術を扱い、兵音明化は、音明化の五行思想を取り入れた、超自然的な標法を扱い、兵義効果は、いわゆる武術を扱う。剣謀は、生をもって、国を守り、気をもって、兵を用い、先に経して、後に戦し、形生を兼ね、音名を包み、技巧を用いるものなり。形生は、雷道風鏡、後に発して、先に至り、理合せこ 変化無常にして、形質を持って、敵を制するものなり。恩名は、時に従いて発し、形徳を推理、と撃に従い、五章により、奇神に借りて助となすものなり。神脳標法一編や、皇帝十六編など、ほぼ神話上の人物への叩く。以下の人物も、後世からの叩くの可能性が高い。技巧は、手足を習い、機械を頼り、機関を積み、 モテ公衆の価値を断つるものなり、漢女芸文誌に記載される書籍の著者は、捨てが不明な人物が多い。以下は、捨てが知られる人物を載せるが、後世の家宅の可能性がある。ありがとうございます。